ショーは、アメリカ海軍の駆逐艦。マハン級駆逐艦の一隻。艦名は、アメリカ海軍の英雄である、ジョン・ショーにちなむ。合衆国海軍においてその名を持つ艦としては二隻目である。戦前の状態のショー1938年9月1日、ブラジルのリオデジャネイロ港に入港した、際の撮影ショーは1934年10月1日に、ペンシルベニア州フィラデルフィアのフィラデルフィア海軍工廠で寄港する。1935年10月28日に同シーエルティンカーの手によって進水し、1936年9月18日に艦長 E.A. ミッチェル少佐の指揮下就役した。就役後、ショーは1937年4月までフィラデルフィアに泊まり、その後調整航海で大西洋を横断した。フィラデルフィアには6月18日に帰還して、ドック入りし、1年に及ぶ、改修の後、1938年6月に、公務を行う。その年の残りは、大西洋で、訓練演習に従事する。その後太平洋に移動し、1939年1月8日から4月4日まで、メアイランド海軍工廠で、オーバーホールが行われた。ショーは1940年4月まで西海岸に泊まり、様々な練習に参加し、同海域で航空母艦及び潜水艦と共に作戦活動に従事した。4月にハワイに向けて出航し、艦隊演習21ハワイ海域防衛のための8段階の作戦行動マイナスに参加した。11月までハワイに泊まった後、オーバーホールのため、西海岸に帰還する。1941年2月中旬には、ハワイに戻り、ショーは11月まで、ハワイ諸島周辺海域で活動した後、補修のため、真珠湾の浮きドック、EF-2に入居する。1941年12月7日朝の真珠湾、攻撃開始時に、ショーはまだ EF-2に入居中であった。日本軍機による攻撃でショーは、前方機銃座に2発、艦橋左舷に1発の、計3発の爆弾を被弾する。艦は火災を発生し、必死の消火活動が行われたが、9時25分には、消火剤を使い果たしたため、艦を放棄する命令が発せられる。ドックに注水して水没させることにより、消火しようという試みは、部分的に成功したが、火災は鎮火せず、9時30分には、前方弾薬庫に引火、大爆発を起こした。この爆発で、ショーの艦首をはじめとした、船体前半部はほぼ失われ、流骨が歪むなど船体全体に、大きな損傷を生じ、ショーの爆発により入居していた EF-2 にも、損傷したが、浮きドックに入居していたこともあり、沈没という事態だけは免れた。その後、1941年12月から1942年1月にかけて真珠湾で応急修理が行われ仮の艦首が取り付けられた。ショーは1942年2月9日に本格修理のためサンフランシスコに向けて出航した。サンフランシスコでは新たな流骨が取り付けられて船体前半部が再構築され作業は6月に完了した。サンディエゴ海域での訓練後、8月31日に真珠湾へ戻る。続く2ヶ月にわたってショーは、西海岸とハワイ間の船団護衛任務に従事した。10月中旬に空母エンタープライズを中心とした部隊の一部として、真珠湾を出港し西へ向かう。部隊はホーネットを中心とした部隊と合流し、両部隊は、第61任務部隊と改称、サンタクルーズ諸島の北部へ向かい、ガダルカナル島へ向かう日本軍部隊を迎え撃った。26日の午前中に2つの空母部隊は敵の攻撃を受けており、随伴艦のポーターは撃墜された雷撃機の生存者を救うために停止していた。ポーターは、ひかみなりし、ショーは、ポーターの援護に向かう。30分後に、ショーは、ポーターの生存者の救助と、ポーターの撃沈を命じられる。潜望鏡が目撃され、
爆雷攻撃が行われたため命令の実行は遅れることとなった。正午までに、ポーターの生存者の移乗は完了し、1時間後に、ポーターは沈められた。ショーは現場を去り、任務部隊へ再合流する。2日後、ショーは、ニューヘブリディーズ諸島に向かい、ガダルカナル島への補給と兵員の移動を護衛した。その任務は11月から翌1943年1月まで続けられた。1943年1月10日、ショーはニューカレドニアのヌメアに入港するための航海中、ヌメア湾沖のスルノワ岩礁礁で座礁した。15日に離礁したが、船体、スクリュー及びギアへの損傷は大きく、ヌメアでの応急修理の後、真珠湾に移動して、修理と武装の改修が行われ、作業は9月まで継続した。10月6日に、ショーは再びニューカレドニアへと向かい、18日に、ヌメアに到着、24日には、ニューギニアのミルン湾に入港した。第7揚陸部隊に所属したショーは10月から11月に、かけてライ及び、フィンシュハーフェンへの増援軍を護衛した。12月15日のニューブリテン島に対する陸軍の攻撃では、ショーは2隻のゴムボートを救助し、ニューギニアに帰還するオーストラリア海軍のウェストラリア、及びアメリカ海軍の揚陸艦、カーターホールを護衛した。12月25日、ショーはグロスター岬への攻撃部隊に対して、支援艦砲射撃及び戦闘指揮を行う。26日、敵機2機による攻撃を受け36名の乗組員が負傷、3名がこの時の負傷が元で死亡した。ショーは27日にサデスト岬へ帰還し、負傷者及び戦死者を下艦させ、応急修理のためミルン湾へ向かった。年が明け1944年初頭には、本格修理のためニューギニアから本国へ帰還し、修理は1944年5月1日にサンフランシスコのハンターズポイントで完了した。1944年5月10日に真珠湾に帰還したショーは第5艦隊に加わり、同月15日にマーシャル諸島へ出航した。サイパン島への攻撃に参加するため、6月11日に第52任務部隊と共に出航する。攻撃は4日後に始まり、続く3週間半にわたってショーは護衛及び支援射撃任務に従事した。7月中旬にマーシャル諸島に帰還し、18日にグアム九州部隊と共にマリアナ諸島へ向けて出航した。続く戦闘では護衛任務と哨戒任務に従事した。ショーは9月23日にマリアナ諸島を出航した。エニウェトクで母艦による修理を受けた後、10月20日に第7揚陸部隊に加わり25日にレーテ湾へ向かう。以後、1944年内はフィリピンとニューギニア間の船団護衛任務に従事した。ショーは1945年1月9日にリンガエン湾でルソン島侵攻作戦に参加する。9日から15日まで護衛任務と火力支援、夜間照明及び艦砲射撃を行う。続いて、マニラ湾の奪還に加わり、ルソン島での作戦活動後、2月28日から3月4日まで、パラワン島攻撃及び占領を支援した。4月前半は、ビサヤ諸島で活動し、4月2日に、ボホール島沖で2隻の橋毛船を破壊した。その後、暗礁に衝突し船体を破損したため、応急修理が行われた。25日に、ショーは、本国での修理、及び改修のために帰国し、5月19日にサンフランシスコに到着した。修理及び改修工事は8月半ばまで行われ、ショーはこの期間に終戦を迎えた。8月20日に作業は完了し、その後東海岸へ向けて出発した。フィラデルフィアに到着後、不活性化のためニューヨークに移動する。ショーは1945年10月2日に退役し、その2日後に除籍された。ショーは第二次世界大戦の戦功で11個の従軍星章を受章した。除籍後、船体は1946年7月にスクラップとして売却された。ありがとうございます。